トイレに行きたい。自分は何者なんだ。足がないストッキングみたいなものだ。無意味だ。無よりひどい。新しいブーツを注文したら何がもらえたと思う？靴下一つだ。片方だけで役立たずだ。悲劇のアリアが前より心に響く。悲しげな音色が甘美な哀愁を伴い心に染み込んでくる。スペクター果物のサングインが私の内なる目を開かせてくれたのか。生と死の狭間の曖昧な空間をさまよいつつ虚無への最後の一歩を踏み出しそうで、これに感動しない者がいるか。私が虚無へと消える日は極上のコンサートになるだろう。死によって声が完璧となり、永遠の無へと続く純然たる沈黙の中へと響いていく。どんな音だろう。今すぐその完璧な音をつかめたら、こんな小さな偽の死の音ではなく。エオリナはどこに？ついている頃だが。A strapping young lady named Tommy Carew rose from the mire and muck. He only one talent, but it was a beaut. Tom knew. None of them. Meadow grass blent low and sweet beneath the marching soldiers' feet. The bugles call and the glen strong and brave. When he came back, she paid her song. The night and long. Brave. 衛兵どもには今日こそしっかり警備してもらわんとな。前のように不届きな酔っ払い客をプライベートサロンに入れられてはかなわん。楽譜から血を落とすのに一週間もかかったからな。 Three barrels of you, twenty men! 今度は何だ？シャンユン、その歌声を聞くには大金がいるが、今回の目的は歌じゃない。あんな金庫は初めてだけど、これまで山ほど開けてきた。生きるはず。Where are the ox rush blooms? 機械は騙せない。開けられるのはシャンユンの声だけ。彼の歌が金庫の鍵？それは画期的だな。